それでは行きます。はい、それではですね、10月の23日月曜日、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。サムエル上15-22。 He doesn't want your sacrifices. He wants you to obey him. He doesn't want your sacrifices. He wants you to obey him. 見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。はい、それでは OK ですかね。はい、行きましょう。ルーターですね、ルーター。はい、あ、雨降ってきましたかね。あららら、雨降ってきましたね。雨さっき止んでたんですけどね。あ、でもこのぐらい行きましょうね。ちょっと雨降ってますけど、やっぱりちょっとね、止んだり降ったりするんだと思うんです。傘持ってった方がいいかな。傘をね、いいですかね。はい、じゃあ傘も持っていきます。では行きましょう。台風はですね、台風はそんなにひどくなかったですね。ひどいとですね、この落ち葉がね、落ち葉がこう落ちてるはずなんですけど、あまり落ち葉が落ちてないということは、そんなに風が吹いてなかったということですね。はい、まあ、他の地方ではですね、どういう状況かちょっと分かりませんけど、和歌山あたりはですね、だいぶ大雨だったらしいですけど、一応ちょっと雨が降ってるので、すいません。で、選挙の結果なんですけど、まあ、自民党、公明党が3分の2の確保したということで、2つこの選挙の結果、2つ意味があります。1つはその改憲発議といいまして、あの国会議員が3分の2、国会議員が3分の2以上だってですね、その改憲の発議ができるという、つまり憲法を変えるね、その法案を出せるということだと思うんですよ。まあ、それができるようになった、まさに、安倍首相のですね、思惑通りになったということです。まあ、そういう意味では、護憲派である私はですね、ちょっとそれはまずいという、それはちょっとまずいなというふうに思いますが、しかし、あの国会議員だけでは決まらないんですね。改憲というのは、あれです、国民投票がありますから、まあ、国民投票の場合はやっぱり3分の2かな、半分かな、ちょっと分かりませんが、国民投票を取らなければならないということで、まあ、そんな簡単には改憲にならないと思うんです。大丈夫、なんですね。まあ、そういうわけで、やっぱりちょっと倒れてますね、こう旗がちょっと、やっぱり風があったんでしょうかね。
はい、そういうわけでですね、もう一個の、いい面は、立憲民主党、立憲民主党がですね、野党第一党になった。それはいい、良かったと思いますね。それは非常に、まあ、嬉しいというか、ちょっと可愛い花がありますね。これはシクラメン。ミニシクラメン。これからどうなるか分かりません。ただ、まあ、護憲勢力というか、護憲勢力が、これからどのように、まあ、活躍するか、まあ、その楽しみというか、それはあると思いますね。これは確かにね、直してあげた方がいいですね。まあそういうわけで選挙の結果は、まあ、まあ期待はですね、やっぱり、自公がですね、政権与党が、まあ、過半数は割ることだったんですけど、でも皆さん、神様の思いは、神様の思いは人間の思いをはるかに超えています。ですから全てのことを感謝しましょう。神様には神様のご計画がありますから、ですからあんまりがっかりしないでね、がっかりしないで神様のご計画を信じていくことが大事です。私たちはいつも死を仰ぎ見ます。そのイエス様がですね、全てのことを成してくださいますから、私たちはいつも喜ぶことができます。しかし私たちは政治のことは、政治のことは祈っていく必要があると思います。あ、これ画期ですね。もう一つ思わされたことはですね、まあ、その地方によってはすごく災害が出たところもあるかもしれませんので、そういうところは本当に、大変だったと思います。災害にあったところは、とても大変だったと思います。しかしもう一つ私思わされたのはですね、まあ、大体1年で台風っていうのは、まあ、20個30個あるわけです。まあ、東京に来る台風はそんなに多くないかもしれませんね。まあ3つ4つ5個ぐらい1年で、3つ4つあるかもしれません。
そうするとですね、私は66歳ですから、66×3 だとしても200個ぐらい、まあ今までの人生で、まあ、200個ぐらい、台風に遭遇してるじゃないかと思うんですが、その時私考えたのはですね、まあ、1個の台風でも、まあ、家を失う人もいれば、ね、台風で死なれる方もいます。大怪我する人もいるでしょう。そういう意味では私はもっと、ね、守られてきたことを感謝するべきだというふうに感じました。あまりですね、まあ、台風が来るときはね、神様、台風から守ってください、災害があまり起きませんようにって祈ります。でも台風が過ぎ去った後ね、あ、神様ありがとうございます、ね、無事に台風が過ぎ去りました、そういうふうに祈ったことはあんまりないかもしれません。私たちは、いろんなことを祈りますけど、でもその後の感謝が足りないかもしれませんね。悔い改めましたね。本当にいつも守られてるんだ、いつも感謝をすべきなんだ。人間的に考えてね、十分じゃないとか、もっともっとというような思いがあるかもしれませんが、そうではなくて、あ、また降ってきましたね。また降ってきました、私は本当にこの、特にイエス・キリストを信じるクリスチャンは、守られていると信じます。いろいろ守られていると信じます。どの辺を歩いてるか、まあ、そういうわけで、選挙も終わりました。台風も過ぎました。また新しい日本が新しくスタートします。私たちはリバイバルに注目します。リバイバルに注目します。ここに来ました。まあ、いつもここなんですけど、なんとなくいい名前ですよね。いい名前です。こう感じがいい、感じがいいベンチです。で、敷物も、敷物も持ってきましたね。今日の御言葉をちょっと読みましょうね。今日の御言葉はですね、あ、まずサムエルという人なんですけど、このサムエル記1なんですけど、サムエルって人は預言者なんですね。預言者、そしてあのハンナがですね、ハンナという女性がいて、まあ、子供がいなかったんですけども、その子供が欲しくて神様に祈ります。子供をくださったらその子供を捧げますというふうに祈ったんですね。そしたら、ハンナに子供ができました。そしてそのハンナはですね、自分の子供をですね、エリという祭司ですね、エリという祭司に、まあ、預けて、まあ、修行させたんです。サムエルが小さい時ですね、
サムエル、サムエルって聞こえたんです、ね、で、まあ、サムエルはですね、あのエリ、祭司のエリがですね、呼んだのかと思ってエリのとこに行ったら、いや、呼んでないよと。そしてまた寝床に戻っていたら、またサムエル、サムエルって聞こえるわけです。そうするとサムエルはまたエリのとこに行って、エリ様、お呼びされたでしょうか。サムエルが、いや、あの、呼んでないよということで、そしてもう一度寝床に戻って、もう一度3回目、サムエル、サムエル、ちょっと正確じゃないんですけど、まあ確か3回目だと思うんですが、そしてエリのとこ行ったら違うよと。そしてエリもですね、まあ一応こういろいろね、思わされて、それは神様が、神様がお前を呼んでるんだよ。で、今度呼ばれたら、あの答えなさいと。主よ、ね、あの、なんて言ったかな。主よ、ここにおります。ね、ちょっと正確じゃないんですけど、まあ、私はここにいて聞きますというようなことを言いなさいと。で、サムエルはまた寝床に戻って、今度はですね、サムエル、サムエルって聞いた時に、主よ、ごめんなさい、正確じゃなくて申し訳ないんですけど、主よ、私はここにいて、聞きますというようなことを言って、神様の声がですね、まあ、聞こえるようになったわけです。で、そのサムエルが、まあ、大きくなって、まあ、そのイスラエルを、まあ、その、指導するわけです。その時ですね、イスラエルはですね、その王様が欲しかったんですね。本当は神様は、あのイスラエルに王は作りたくなかったんです。なぜかというと、イエス様が王ですからね。イエス様が王ですから、人間の王は作りたくなかった。でもイスラエルの民たちはですね、その王様が欲しくて欲しくてね、王様が欲しい、王様が欲しいっていうこと でサムエルに、まあ、頼んだわけです。そして、サウルという、まあ、背が高くてハンサムで非常に超かっこいい、まあ、男性がいて、そのサムエルを人々が選ぶんですけれども、まあ神様もサムエルも、まあ何て言うんでしょうかね、あまり不本意というか、あんまりあの、喜ばないで、サムエルを王にするわけです。そして頭からこう油を注いで任命するわけですね。ところがサムエルがですね、まあ、神様の言うことを聞かないんです。そこがこのサムエル1の15章に書いてあります。どういうふうに言うことを聞かないかというと、ですね、2節を見ると、万軍の主はこうせられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。 男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。まあ、聖絶というのは、まあ、殺すということなんですけど、その時ですね、サウルはですね、いうことを聞かなかったんですね。9節、しかしサウルと彼の民は、アガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを聖絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを聖絶した。つまりサウルはですね、あの神様が全部、ね、
殺せと言ったにもかかわらずもったいなく思ったんですね。羊や牛をですね、要するに殺さなかったんですね。つまり神様の言うことを聞かないで、まあその惜しんだわけですね、物を惜しんだ。そしたらですね、神様はこう言ったんです。11節、私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだ。そこでサムエルは怒り夜通し死に向かって叫んだ。まあそのイスラエルの王にもかかわらず、まあ、神様の言うことを聞かない、これはとんでもないことなんですね。それで神様は、そのサウルをですね退けます。それがどこに書いてあるかというと、ですね、26節の後半に、主はあなたをイスラエルの王位から退けたからですとありますね。つまり神様はサウルを、ね、退けた、王位から退けました。まあ、その後次の王として今度はダビデを選びます、ね、ダビデを選びますが、まあ、すぐにダビデが王になったわけではないんですが、しばらくダビデが訓練される時があって、サウルに、まあ、パワハラを受けるんですね。パワハラ、まあ、今流で言うとパワハラですね。サウルは嫉妬してダビデを殺そうとしますけど、ダビデは、そういう中でも、サウルに仕えて、反撃をしないで、その神様から油を注がれたサウルに対してですね、まあ従ったというか、そういう、そのサウルの忠実さがあります。でその時サムエル、ね、そのサウルがですね、サウルが神様に聞き従わなかった時にサムエルが言った言葉が、これが今日の御言葉ですね。今日の御言葉、それは22節にあるように、するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。2つのことを言ってますね。2つのことですね。1つはですね、まず、まあ、その生贄ですね。生贄を捧げることよりも、生贄を捧げることよりも神の声に聞き従うことが大事だということですね。喜ばれる。神様は神様の言葉を守ることを喜ばれる。これはもう本当にとてもとても大事な原則中の原則です。原則中の原則、つまり信仰というのは、あららで電話が来ました。信仰というのは神様の言葉に従う。信仰というのは神様に従う、まあ私たちで言えばイエス様に従う。イエス様に従うことがもう基本中の基本です。ですからこの王になったサウルがですね、神様の言うことを聞かなかった、それもですね惜しんで、羊や牛を惜しんで言うことを聞かなかったということは、結局神の言葉よりも欲の方が大事だということですよね。で2番目は、背くことは占いの罪、
背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪ということですね。つまり神様の言うことを聞かないことは占いの罪だよ、偶像礼拝の罪だよということです。実はサウロはですね、サウルは、占いをしたんですよね。占いをしたことがあって、これはその後だったかな、この後に占いをします。でそれは、背くこと、占いをすること、背くことですから、旧約聖書はですね、旧約聖書は占いは禁じています。今日本でも世界でも占いが蔓延してますけど、皆さん占いしてる人はすぐやめましょう、ね、悔い改めましょう。占いは良くないんです。つまり占いっていうのは神に聞くんじゃなくて、まあ悪霊に聞いてるようなものなんですね。悪霊に聞いてる、それが占いですから。ですからぜひ皆さん、占いはやめましょう。占いはですね、背いている、神様に背いていることだと書いてあります。それから従わないこと、神様に従わないことは偶像礼拝。多くの人はイエス様を信じません、イエス様に従いません。もうそれだけで偶像崇拝なんだよということね。偶像礼拝、それはイエス様に従わなければもうそれは偶像礼拝なんだと。新約で言えば、むさぼりが偶像礼拝だという言い方もありますね。むさぼり、肉をむさぼる、むさぼる、欲をむさぼる、それだけでも偶像崇拝なんだよということですね。ぜひ皆さん、イエス様に従う、イエス様に従う、これがとても大事なことなんだと。イエス様に従うことが大事なんだよということです。はい、それではですね、証タイム行きましょう。証タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、何がいいかな、イエス様を信じて、イエス様の言葉を守るようになった証、イエス様を信じて占いをやめた証、イエス様を信じて偶像崇拝をやめた証、イエス様を信じてイエス様の言葉を守るようになった証。スタートスタートスタート。ギャンブルやめました。おみくじ引くのをやめました。占い番組を見るのをやめました。AV 捨てました。風水やめました。いいですね。頭が良くなりました。ニューエイジやめました。いいですね。アトピー治りました。ハロウィンやりません。素晴らしい素晴らしい。韓国が好きになってきました。初詣行くのをやめました。
同性愛やめました。ネット右翼やめました。学校行くのをやめました。リストカットやめました。アメン。あ、ちょっとにやこさんの読みそびれましたね。イエス様が台風から守ってくれました。祈れば天国に行けますか。信じれば天国に行きます。88箇所を中心にします。スピリチュアル、オカルトやめました。にゃこさん、ハロウィン対抗します。アメン。ハロウィン対抗します。悪魔崇拝やめました。はい、ありがとうございました。証しありがとうございました。なんとか巡りをやめました。にゃおこさん、なんとか巡りやめました。はい、ありがとうございました。それではですね、帰りますけれども、ちょっとその帰る前に皆さんちょっとお見せしたい。これ何かね、種、何の種ですかね。 なんか種、なんかの実ですかね、これね。この木の実だと思うんですけど、実がたくさんなっておりますね。はい、それでは行きましょう。それでは、それでは何の話をしましょうか。ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージ。
私たちは今とても大事な時期にいると思います。今私たちは、その、日本のリバイバルの、ね、直前です、ね、日本のリバイバルの直前です、選挙の結果がどうなっていくか分かりませんが、それは、神様が関与しています。私たちの祈りが聞かれていると信じましょう。私たちの祈りが聞かれています。そしてぜひ皆さん希望を持って、希望を持って歩もうではないでしょうか。ここは初めて来た。ファイナルメッセージ、そうですね、ちょっとですね、台風が来てから少し気温が、まだ水が凍ってね、水がドキドキ湧いてますね。水がまだ雨の雨が水があちこちから出てる。毎日、同じようなことを話しているようですけど、しかし皆さん、その植物はですね、植物は毎日毎日でもないかもしれません。水をかけます。で、水が、ね、水を注ぐと、植物は成長するわけです。と同じように皆さんの信仰も。皆さんの信仰もその命の水、毎日この放送に来て、命の水を飲んで、皆さんの信仰は成長します。皆さん喜んでください。皆さんはの信仰は命の水で成長しています。命の水で成長しています。皆さんはの信仰が成長しています。ぜひ皆さん喜んでください、ね、喜んでください成長しています。さんが掃除してますね。小野さんが掃除してます。小野さん、小野さん。
おはようございます。皆さんが今日も命の水を飲んで、今日も命の水を飲んで、成長していると信じます。皆さんの信仰が、成長しています。そして実を結ぶ時が来ます。イエス様は4つの種の例えをされました。それは実を結ぶ種、枯れてしまうものではなく、実を結ばないものではなく、あ、ここ結構水が出てますね。ここまだ水がだいぶ出てます。皆さんがイエス様の教えをしっかり実行して、皆さんの教えをしっかり実行して、実を結ぶもの、実を結ぶ信仰。サウルは神様の言うことを聞きませんでした。皆さんはサウルの、はい、皆さんはサウルのようではなく、神様に聞き従う信仰、神様に聞き従う信仰をね、持ってほしいと思います。ちょっと鏡に映ってます。はい、皆さんは神様の教え、まあ、イエス様の教えと言ったらいいでしょうか。イエス様の教えに聞き従って、イエス様の教えに聞き従って実を結ぶものになりましょう。良い実、神様が喜ぶ実、神様が喜ぶ実を結びましょう。今日一日そういう一日として会いましょう。招きをします。今日の放送を聞いて、ああ、今までは占いをしていた、今までは偶像礼拝をしていた、今までは、自分勝手に生きていた、これからはイエス様の言うことを聞いていこう。占いや偶像崇拝じゃなくて、イエス様の言うことを聞いて歩もう、そのように思う方、アメンと言ってください。これからは、イエス様を信じない言い方ではなく、イエス様を信じてイエス様に聞き従う言い方をしようと、クリスチャンになりたいと、イエス様を信じないで神様に退けられて、呪われるような生き方ではなく、神様に祝福されるような生き方をしたいという人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。天の父様、感謝します。多くの人は知らず知らず占いをし、知らず知らず偶像崇拝をし、知らず知らず罪を犯しています。
しかし神様は全ての人を救うためにイエス様を使わしました。イエスキリストを信じる者、イエスキリストに従う者は十字架によって罪が許され、神様から祝福を受けるようになります。今アーメンと言った方々がこれからはうならいや偶像崇拝をやめてイエス様に聞き従う、イエス様に従う、そのような生き方ができますように、祝福してください、導いてください。クリスチャンとしてこれから歩みますように、クリスチャンとしてこれから歩みますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、これから日本は変わります、日本は変わります。期待しましょう。失望してはいけません。イエス様を期待、信頼し、希望を持って、熱心に熱心に祈っていきましょう。それじゃあ皆さん、また夜8時にお会いしましょう。シャローム、シャローム、シャローム。